皆さん、ごきげんよう。大和優雅です。いよいよ、大和優雅チャンネルのメンバーシップ、大和優雅の優雅 in ワンダーランドがスタートしました。早速、メンバーになっていただいた方、ありがとうございます。メンバーになりたいと思っていて、まだ入れていない方、大丈夫でしょうか？入り方、わかりましたでしょうか？とりあえず、メンバーになるボタンを押して進んでいただけたらと思います。皆さんとね、楽しい時間を過ごせたらと思ってますんで、どんどん皆さんメンバーになってくださいね。さあ、このメンバーシップっていうもの、私も最近まで全然知らなくって、いや、YouTube っていうのも、本当にちょっと前まではなんかね、全然知らなかったんですけど、でもある方からメンバーシップっていうのも、そういうね、限定の、あるよって教えていただいて、それで始めたんですけれども、なんかこう、すごく皆さんとつながって、楽しいことがどん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 、できる予感がしていますので、私も楽しみながら進めていきたいなって思ってます。よろしくお願いします。さあ、このね、メンバーシップ、なぜ始めようと思ったかっていう、まあ、理由の一つにですね、私が2020年からやっていました LINE ライブのプレミアムチャンネルのこう生配信が急遽中止にクローズになってしまったんですよ。2020年の4月からですね、LINE ライブのプレミアムチャンネルで、LINE ライブ生配信を始めましてね。で、まあ、こう、ずっとそれを今まで続けてきてたんですけれども、今年に入って、1月の中旬かな？急に、LINE ライブのプレミアムチャンネルがクローズするという知らせを聞きまして、って、すっごいびっくりして、いや、急だったんですよ。で、もうすぐに皆さんにお知らせするっていう風になって、ちょっと待ってくれって思って。はじめは、それ、メールで届いたんですけれども、いたずらメールかなと思ってて、でも、本当だったら嫌だなと思って、ちょっと担当の方に連絡を取ったら、いや、本当ですということで、いや、ちょっとびっくり。びっくりして、じゃあ今後ね、皆さんと楽しく過ごしていたこの生配信をどうしようかってちょっとずっと考えていて、そんな時にYouTube のこのメンバーシップっていうのでできるんじゃないかって教えていただきまして、こちらに引っ越しをして、生配信をすることにいたしました。で、そのお知らせをいただいたのが1月の、まあ、中旬だったんですけれども、その、生配信をね、ご覧になってくださってる皆さんに平等に接するためには、2月の末までに、で、こう、生配信を終わらなきゃいけない。で、その、配信自体は3月の31日までできるっていうことなんですけど、ちょっと、不平等になってしまうということでね、2月の末までだということで、いや、焦りました。どうしようかなって。皆さんとすごく楽しくね、過ごせていたのに、生配信、何でやろう？まだ続けていきたいと思ってるところで、YouTube のね、このメンバーシップっていうところでできるんじゃないかっていうのを教えていただきまして、で、急遽準備をしまして、メンバーシップ開始することができました。いやー、焦った。この LINE ライブ、の生配信なんですけど、ちょうど2019年の末あたりに、やりませんかってこう、LINE の方からお話を伺って、いや、どんな感じなんだろうって思いながら、あ、でもなんか、あ、やってみようって皆さんとね、つながれるんだったらちょっとやってみようかなって思いながら。で、LINE の方も、月1回の配信でもいいので、やってみてくださいっていうことで始めたんですけど、すごい楽しくって、結局4回、毎週やるようになって、で、初めのうちは、月の、こう、満ち欠けに沿って、
満月の日とか、ニュームーンの日、ハーフムーンの日とかっていう風にして、月4回やってたんですけれども、そのうちね、まあ皆様のお仕事がない日曜日の方が皆さん見やすいんじゃないかなということで、日曜日の夜9時からっていう風に決めて、はい、やっていました。で、まあ、その長い年月の間には、私も舞台の公演中だったりして、そうすると、ちょっとね、東京じゃなくて、ちょっと東京離れて、全国行ってる時も、公演終わった後、急いでホテルに帰って、生配信したりとか、いや、結構面白い思い出、楽しい思い出がたくさんあって、本当に、思い出がたくさんありますね。で、特に、2020年になったら、皆さんもご存知の通り、コロナになったじゃないですか。で、街中がもう、こう、お家にいましょう。移動はなるだけしないように、みたいになった時に LINE ライブを始めたので、なんかちょうど良かったなって。今まで普通に会えていた皆様、ファンの皆様とか皆様方と、急に会えなくなっちゃって、この LINE ライブっていうのは本当なんか救いというか、こう、遠く離れてるけれども、近くで接することができるっていうね。あ、なんかすごいいいの始められたなーって、はい、思っておりました。で、まあ、ずっと、何 ?20 年から20、21、22、23。ね、まあ3年ちょっと、させていただいて、こう、皆さんからのコメントで、毎週日曜日、私の LINE ライブをがあるのを楽しみに、それを励みに一週間頑張ってますとかっていうコメントをいただくと本当に嬉しくって、私もなんかこう週一回そういう皆さんとつながれるものがあるっていうと、こう張り合いになるっていうんですかね。あ、今週何やろうかなとか、これやったら楽しいかなとか。あと、季節ごと、今はこういう何、行事ごとがあるとかっていうことを改めてこうなんか確認しながら過ごす。あ、私日本人だな、なんて感じながら、過ごすことができて、発見の多い、年月でした。で、まあ、今回で、まあ、LINE ライブは、終わってしまうんですけれど、LINE の、ヤマトユーガの公式アカウントの、普通の LINE、公式 LINE は続けてやれますので、そちらの方もね、まだLINE の方、こう、お友達になってない方、ぜひぜひ、公式 LINE の方もお友達になってね、お楽しみくださいませ。メッセージ、送られてきます。はい。公式 LINE のアカウントは、こちらの方に、はい、貼っております。はい。ぜひ、お友達になってください。はい。ということでね、まあ、急に終わってしまって、なんでって、なぜこんな急にって、私も本当にびっくりしちゃって、いたずらメールかと思いながら、だけど、まさか本当に終わっちゃったら嫌だって確認したら終わりですって言われてしまって、うわーっと思って。これはもしかして、なんか、LINE ライブが中止になったのは、大人の事情なんじゃないか。なんてね、思ったりもするんですが、そこの、まあ、本当はどうなのかは知りません。私もよくわかりません。でも、終わってしまうということなのでね。はい。でもまあ、そのおかげでと言っちゃなんですけれども、この YouTube の、メンバーシップで今度はね、皆様と改めて、こう、つながれるということで、楽しみながらこれからね、皆さんと配信などなどして楽しんでいきたいなと思ってますので、これからもよろしくお願いします。ザ・ユーガパーティーは続いていきます。メンバーシップ、まだメンバーになってない方、ぜひぜひ、これを機会にメンバーになって一緒に楽しみましょう。ということで、この、どうやって、こう、やったらいいですかとか、どうやったらメンバーになれますかとか、こういうことやってほしいですとか、そういうこと、コメント欄にたくさん、書いてください。私もそれ参考にしながらね、これからも配信したり、投稿したりしていきたいなと思っています。はい。そして、いいねボタンと、
まだ登録チャンネルしていらっしゃらない方はぜひご登録もよろしくお願いします。そしてメンバーにもぜひなってくださいね。ということでまたお会いしましょう。優雅インワンダーランド楽しいよ。ヤマト優雅チャンネルのメンバーシップ、ヤマト優雅の不思議の国の優雅、優雅インワンダーランド、ぜひメンバーになって一緒に楽しみましょう。